どうも、ゆっくりです。今日は、戦闘当日ですけど、味方がほとんどいません、なんでやろうな。それはそうとバイト疲れたわ、なんであんなクソ広い売り場を一人に任せるんや。東部戦線かあそこは。なんで軍役についてるのにバイトしてるんだって。アルハラに行くたびに金取られるんだからいくらあっても金が足りないんや。軍役やめろって、左をよく見てくれ。そういうことやで。同窓会には行けません。今、フェイゲーにいます。この年に降下したアメリカ兵を、私は駆逐しています。すまんなコマンダー。駆逐する側が駆逐されてちゃたまらんわ。さて水も飲んで手当てしたしコマンダーについていこう。いつの時代も有能に規制するのが最善なんだよな。お、なんか機関銃兵と戦ってる、頑張れー。おめえも頑張んだよ。居場所が分かってないから様子見するしかないんだよな。てかこいつ機関単銃で機関銃に打ち勝ったぞ、化け物かよ。いや撃たれた撃たれた。残壕は最高やな、実家のような安心感。お前実家どこだっけ？ドレスデンやでー。ドレスデン、あ、ふーん。なんやその反応は。さて今回小銃敵弾を持ってきたから、撃ってきた不届き者にお見舞いしてやろうか。手榴弾あったのかあっぶねー。ポポポポーン。キラッキラ。生きてるかなー。肉塊確認、よし。ってことでさっさとついていこう。いやー、うまい。コマンダー随分先まで行ってるようだし。さあ場所は変わって大聖堂の前。コマンダーが交戦しているので援護するよう。どこかわかんねー。なんか大丈夫そうだし全部丸投げするか。やったぽいな。破戦車オン。なんや味方か。歩兵として戦車が来ること以上に頼もしいことはないわ。たまに戦車を狙った爆撃の巻き添えになるけど来られたる来られたる。コマンダーが倒れちまったから助けに行くところだよ。はいポポポポーン。ひき肉作るとき便利だから一家に一台は欲しいね。敵弾機。さて多分おそらく絶対コマンダーの仇を撃ったからさっさと助けに行こう。しかし本当にバーサーカーだなこのコマンダー。何人やってんだ。はいはい分かったから今から行くから。チクッとな。さて引き続き市内を掃討しますか。そういや所属を言ってなかったけど愛も変わらずあの師団だよ。名前を言ってはいけないあの師団だよ。って敵おるじゃねえか。ポポポポーン。ひき肉一名様ご案内。二階に上がって水でも飲むか。いやうまい。何は露天ねん。ポポポポーン。なんかさっきコマンダーが絶命した音がしたぞ。頭見えてますせー。尻隠して頭隠さずとはこのことか。隣の家へ邪魔するでー。市街地だと一軒一軒相当しないといけないから面倒だな。撃つ前に爆風で吹き飛ばされてて草。それはそうとお前敵が二人走って行ったの見落としてただろ、目節穴か。ほならね、自分がやってみろって話ですよ。うわ蘇生士に戻ってきやがった。ほら言わんこっちゃない。てか銃剣どうなってんだこれかすりもしなかったぞ。うっきゃーもう一人も戻ってきた。さあで待ちしてやる。かかってこい。手榴弾すらまともに投げられないのかヤンキーは。うわでやがった。野郎で待ちしてたの分かってや。あどうもいつもお世話になってます。いえいえこちらこそ、こちら粗品ですがどうぞ。さっき粗品を受け取る前に敵のスポーンが見えたんだよな。確かこの建物の1階に。やはりあった?これは後継軍隊が作ったやつだな。お前は戦いから逃げようとしている。戻ってくるんだ。これ今以前になぜか窓枠に当たってねえか。さあとりあえず場所はコマンダーに通報したから来てもらおう。来る途中でくたばったから助けに行く羽目になったぞ。オースポーンあるからついてこいや。
敵地でうろちょるするの嫌なんだよな。おう治療してねえでさっさとついてこいよ、死にてえのか。おう、ここだよ、うっせえな。さあ、何をしてくれるんだ。普通科でも呼んでくれるんか。おう、無線なら敵の使えよ。なぜか友軍の支援呼べるから。私が嘘を言ってるように見えるか。ってことで敵が湧く前に早く呼んでくれ。ほらな、次からは敵の無線を使うんやで。で、空爆呼んだのか、結局。オケ、とっとと逃げるわ。味方の空爆で死ぬとカメも当てらっ。パンサーファウスト2機をオフスオフス。あの後コマンダーが爆撃が来る中蘇生しに来るという映画ばりの活躍をしたが、さっそうと現れたヤンキーに殺されちまった。というかなんで一緒にいたコマンダーが機関銃から生き延びてるんですかねえ。敵をバッサバッサなぎ倒していたし、本当にバーサーカーだろあいつ。さあ煙幕ぽいぽい。私は常に強い者の味方、ってことで撃破されるまで味方戦車のすねをかじってやる。お前進するのか、ワイも行くでー。お前本当一人称安定しねえな。なこた知るか。パンターの後ろをストーキングするでー。ちら。敵いねえな、前進よし。いやー、遮蔽物があると安心だな。肝心な遮蔽物が麦わらの塊なんですが、それは。うっきゃー、撃たれた撃たれた。必殺、ジグザグ走り。効果、敵が困惑する。困惑するどころが的確に撃ち抜かれたな。さて、東側からの攻撃に失敗して南から拠点を攻撃しようと思ったが、キャー迫撃砲弾が戦車に直撃しやがった。えげつない精度で連射しやがって。さて、話を戻すと結局パンターが拠点のヤンキーを片っ端からハンバーグにしたおかげでたどり着く前に陥落。ゆっくりはいらないことかしてしまった。それはそうと、ヤンキーの置き土産が戦車の通行の邪魔だから撤去しましょうね。人土のうの塊をぶん殴るだけで破壊できるとは、やはりスコップは最強兵器。一定破片がさ、おめでとう、次は直撃だ。さて、場面は移り変わって、対戦車兵によってエンジンが死亡したスチュアートがいじめられているところ。市内に突入しようとしたところ、側面からパンツァーハウスとクラッター上正面から4号が来るとか、泣きっ面に8とはまさにこのことだな。おめえの持ってる敵弾でも援護してやれよ。今持ってる弾貫徹力が30ミリくらいあるはずだが、なぜか車両に向けて撃ったら異次元に吸い込まれるんだよね。お、敵戦車兵の絶命音。しかしまあ炎上しても砲撃し続けるとか、戦車兵の鏡だな。そして弾薬に引火したな今。ヤンキーめ、戦車の中はあったけいか。タームヤー。カーギア大明神。もう突っ込まんぞおめえ。さて、道路を横断するときは左右を確認。スチュアートが燃えても4号が撃ち続けてたし、何回いたかもしれんし。一般通過パンター組んで草。場面は大きく移り変わって、市街地陥落後。コマンダーと仲良ししたり、敵スポーン破壊したりして、次拠点である工場を攻略するところ。おお、お前が敵の居場所勘違いして機関銃兵に拳銃で舐め腐されたってこともちゃんと伝えろや。うっせえ、あえて言わなかったのに全部バラすんじゃねえ。Yep. 王戦車兵覚醒剤以外にもなんか決めてねえか。お前の規制に乗ってくれてたのに悪中扱いするとか最低だな。いやー、それにしても快適だねー。気をつけないと振り落とされるけど、プロパガンダにちょうどいいから黙っとこ。アザース代金は宣伝証につけといてね。あのなやきなくせいな、絶対敵いるだろ。ほら、言わんこっちゃない。音からして狙撃兵だな。おう、やっちまえ、やつに榴弾をお見舞いしてやれ。その間に迂回して接近するでー。敵弾使いの仲間もいたな、おめでとう。
にゃろうぶっ殺してやる。屋根の上だな、見えたぞ。うん、当たったけど致命傷になってないな。まだこそこそしてやがる。そっちがその気ならこっちも肉薄して敵弾ぶち込んでやる。これが本当の敵弾兵ってな、はは。高戦車のエンジンが凍りつくから黙れや。完全に見えないところに隠れやがったな。なんか軍隊員が軍隊長にオランダ義勇兵だろってイチャモンつけててくさ。そして軍隊長はポーランド義勇兵。お前本当にいいのかそれで。狙撃兵引っ込んだか。No, they're not similar at all. お、なんか嫌な音が。He's a freak. 肉薄する必要がなくなったな。まあ一応確認だけでもしに行くか。それはそうと軍隊長変人扱いされてかわいそうになってきたぞ。さあて中に誰かいるかな。Wait, you're Polish, right? Have you played Dark? 外にはいたな。気を取り直して拠点に急行するよ。パンター君さっきバズーカー食らってたのに元気そうやな。さて目標である工場に着いたが誰がどう見てもただの倉庫なんだよな。とりあえず景気づけに一発。もう一発くらいぶち込んどくか。ポポポポン。さすがに二発もぶち込めばハンバーグになっただろ。さあ突撃突撃。いや味方が目の前でバラバラになった。戦略的撤退。野郎手榴弾でも食らえ。そういや味方が身をもって地雷除去してくれたから今なら突入できるな。一階の窓から手榴弾ぶち込みたいけどさっき使っちまった。アホかな。こりゃ隅っこに隠れてるな。無理やり突入しないとどうにもならん。突入した結果これだよ。では砲撃来てるからさっさと建物の中に入らないと。アルハラに行ってる間に味方が拠点内を完全に掃討したっぽいな。アップネギリギリ機銃掃射が来る前に中に入れた。機銃掃射とか本当に心臓に悪いわ。もっかい来るとか聞いてねえ。あかん、出入り口から入った弾に殺される。止血止血じゃないと失血死するわ。クッソ看護兵はどこにいるんや。肝心な時に限っていないくせに、かすり傷の時に限ってわらわら寄ってきやがって。お止血が終わると同時に勝利。拠点を全部確保する前にヤンキーが全力を使い果たしたようだ。これに懲りたら二度と来るんじゃねえ。ということでさようなら。おや。Yo, do some more metal growls. 6 kills, 3 deaths. Not bad. Yet. You suck. Okay. You fuck your hand, so. Indeed, you fuck hard. Tisha! And apparently, I fucked anybody's mind. Just for the vacations, that's a big.